川田入場、そして田植えも臨時場であります。さあ両チームの紹介です。ラオコナー3点コンドジャイアントババ、世界の巨人ジャイアントババ3点コンドスターハンセン、世界の不沈艦スタンハンセン、ラオコナー275コンドタウエアキラ、最強タッグ初優勝を狙います。ダイナミックティタウエアキラ260ポンド、川田俊明、完全な1人を目指してデンジャラス系川田俊明、今コールを受けました。94年世界最強タッグ決定リーグ戦、公式戦の最後はこのカードであります。川田田植え組対ハンセン馬場組、馬場が今体を左右にひねりながらゆっくりゆっくりと今自分の体調を整えるように遠くを見つめております。ジャイアントババ最強タッグ最終戦メインイベント、久々の登場ということになります。一方川田田植え組は優勝がかかっている、まさにまさに大一番であります。おっとババが先発を張って出る構え、さあ先発は今ゴングが鳴りました。公式リーグ戦30分の一本勝負、川田田植え組対ハンセン馬場組、先発は田植えとジャイアント馬場であります。解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、川田田植え組は現在勝ち点15、はい、これに勝てば文句なしの優勝ですね。そうですね、まあ、あの川田田植え組は当然もう要するに勝って文句なしの優勝をしたいところだと思いますけどね。そうですね、だけど要するにあのハンセン馬場組が、はい、要するに一応もう今の段階でいきなり川田落としあの 勝、はい、優勝戦から一応外れたんで、そのプレッシャーが抜けたわけですよね、はい、その分要するにリラックスして試合ができるんじゃないかと思うんですよね。のびのびと自分たち、ベテランの持ち味を出してきそうな、そういうことですね。そんなジャイアントのバスタン逆に、はい、あの田植え川田組はプレッシャーちょっとかかるんじゃないかなと思うんですよ。あのさっきまでは要するにトップでしたけども、今の段階で要するにその最低引き分けか、はい、要するに勝たなければ優勝にあの優勝のチャンスがないということでですね、ちょっとねそこら辺 の、 あの精神的なものがものすごい微妙だと思うんですよね。なるほど、セミファイナルで三沢小橋組が勝利を収めまして、はい、勝ち点16、現段階では三沢小橋トップ、はい、1点差でつけているこの川田田植え組、勝てば逆転、勝ち点17、文句なしのチーム初優勝を飾ります。一方対する馬場ハンセン組、現在勝ち点13ですので、惜しくもこの時点でこの大会の優勝なくなりました。しかし動きがいいジャイアント馬場、また川田落とし、桃田さんおっしゃった通り伸び伸びやっている。おっとカウント2、危なかった田植え、危なかった田植え、最初から桃田さん馬場選手が飛ばしています。そうですね、さあダブルの攻撃だ、ロープに飛ばしてダブルの逆水平、川田が飛んでいった、今度は田植えも飛ばす、2人がかりで今度は16番キック合わせていきました。ハンセンは先頭体制、そして馬場もこれは絶好調ですね。いや本当に気合いものすごい入ってますね、はい、でやっぱり精神的にあの優勝戦線が外れたということで、自分たちが好きなようにできるということで、ま、リラックスしてやってるような感じに見えますね。そうですね、さあどうやって体勢を整えようかという川田田植えに対してリング上仁王立ちジャイアント馬場、半身に構えて田植えを睨みます。ここで川田にタッチ、94年川田イヤーにして締めくくることができるかどうか、川田俊明です。この試合に勝てば川田田植え組チーム初優勝を遂げることになります。さあ川田の右、川田の左、おっとのしかかるように動きがいい、ジャイアント馬場、コーナント
ども、太田さん、身長のある方が有利ですね。いや、有利ですね、はい、上からの圧力加えられますんで、川田を潰しに行きました馬場であります。2m9cm、 135kg、 プロレスキャリア34年、年輪音杯ジャイアント馬場。さあ、捉えます。今年最後の一戦、しかし馬場渾身の力。返していこうとしますが、いかんともしがたい身長差が26センチ。お、川田が今度は下からの力で馬場をねじ込んで、今度は馬場が右膝をつきました。コーナーから励ますスタン・ハンセン、また立ち上がったジャイアント馬場。いや、桃田さん、はい、インサイドワークではなく力で勝負していますね、そうですね、ベテランコンビ、ここでハンセンにタッチ、大きな声援、スタン・ハンセン。1975年全日本マット初来日、来日回数最多外国人選手スタン・ハンセン。まず腕、肩のあたりパンチを落としていきました。返していく川田、腕を取ってスピンキック、ここで田植えにタッチです。田植えが出てきました。ハンセンに、おっと、ハイキック、そして脳天から竹割り、チョップを打っていく、脳天から竹割り、もう一発、今度はエルボーだ。速い打撃技、しかし打撃技には打撃技、ハンセンを怒らせると2倍返し、3倍返しが待っている。さあ、ハンセンを怒らせるか、おっと、そのまま早くも喉脇に倒していきました。気合入ってますね、田植えも気合入ってま す、ね、そしてロープに飛ばします。ハンセンをロープに飛ばす、田植えがフロントキック、そして大井が勝ってホールの体勢はカウント2。このリーグ戦、田植選手のハイキック、フロントキック、はい、これが流れを変えるのにいい役割を、そうですね、になっていますね。大事なポイントだと思いますね、はい、ちょっと背中をかがむような形から思いっきり足を前に突き上げて相手を蹴り倒していく、ダイナミックなキック。今度は川田の小さくも鋭いサッカーボールキックから水平打ち、スタン・ハンセンの胸板に打っていきます。川田であります。現在第12代三冠統一ヘビー級チャンピオンの川田、張り手でスタン・ハンセン。これに勝てば川田はタッグ王座も支柱にして五冠王。さあ、ハンセンが自らのコーナーの方にバックドロップ、川田を落としていきました。カウントが入ります。そして桃田さん、はい、今下になっている川田なんですけども、はい、今年は春の本場所チャンピオンカーニバルにも優勝してますよね、はい、そうですね、ですから三冠王者がこの最強タッグに勝って、はい、タッグの二冠を手にする、はい、しかもチャンピオンカーニバルに優勝している、これも五冠王ならず六冠王ですよ。そういうことですね、まあ、本人としては絶対それを望んでると思いますので、そうですね、前人未到の六冠なるか。リング上、川田、さあ、バックスピンキック、倒れ込みながら馬場の胸板に打っていきました。川田のかかと、馬場の胸板をえぐったサッカーボールキック、大きな背中、大きな背中、的は大きい。そして田植えが入りました。川田と田植えのコンビ、去年の5月に結成しました正規軍、去年の最強タッグは3位に甘んじましたが、ここまで素晴らしいタッチワークを展開して現在勝ち点15点、先に全部の試合を終えました三沢小橋組が現在勝ち点は16、1点差で追います。これに勝てば勝ち点2を加えて逆転優勝、川田田植え。さあ、馬場選手を、これは変形のストレッチ論的に見えますね、ちょっとね、そうですね、馬場選手が左手を上げまして、あ、今度は足を踏み鳴らして耐えています。神谷、さあ、馬場選手の大きな体がちょっと馬場選手の背中、そしてマットの接触する面積が徐々に増えてまいりました。もう一回起こして田上明絞っていきますが、お、左足が出ました、キックが出ました。16門の先端が田上の眉間のあたりにヒットしました。怒った田上がストンピング攻撃、馬場選手にストンピング。先ほど川田の六冠という話をしましたが、桃田さん、はい、もう一つ大きな意味があると思うんですよ、ええ、この正規軍の2人、はい、
ババ越えというのもかかっていますね、この一戦。それは当然ですね、はい。最強タッグとかそういうことは関係なしに、はい、とにかく馬場選手を倒したいというのは全ての選手の夢なんだ。その夢を今年の3月三沢選手に先を越されました川田であります。さあ、おっと、ものすごい勢いで蹴っていった、師匠に蹴りを浴びていく川田の主役のキックであります。反戦が起こった。リングの上では師匠に対しても非常に慣れるプロレスリングの世界。そして脇に頭をねじ込んで抱え上げてバックドロップ。いや、気合入ってますね、馬場の長い足。普通の選手ならばかからない距離、そうですね、馬場選手のエスケープ。そしてここで田植えにスイッチであります。川田も田植えもこのジャイアント馬場からホール勝ちということになれば、これは大きな勲章です。なぎ倒していきました。しかも一説によりますとね、はい、馬場選手は公式リーグ戦最強タッグ参加するのは、まあ、今年限りかという話も出ています。本人はできる限りやっていきたいとは言うんだけども、これぐらいのベテランになると、はい、次のシリーズがどうなるかもわからないんだ。そうですね、だから来年のこの時期に元気で活躍しているかどうかわからないと、だから常に最後という気持ちで戦っているということを話していました。試合前のジャイアント馬場選手、その胸板に川田のチョップ、そしてキック、顔面キックです。馬場が嫌がっている、馬場が耐えている。キャリア34年、2m9cm135kg、世界の巨人ジャイアント馬場。さあ、この表情、あっと、今度はキックをブロックして大きな手でなぎ倒しました。さらに、あっと、馬場が怒るか、馬場が怒った、なぎ倒した。16番川田をロープに飛ばす、エルボー、そして田植えにも行った、放送席の前に田植えが落ちてきた。感染が入れ込んでいる。10分が経過しました。最強タッグ決定リーグ戦公式戦45試合目3周戦、参加10チームで争われました今年94年の世界最強タッグ決定リーグ戦。感染ボディスラム、エルボードラップ、川田田植え、この試合に勝利を収めれば8点17、三沢小橋を抜いて逆転優勝。しかし桃田さん、はい、30分フルタイム、はい、戦って引き分けになってしまいますと、ええ、得点は1しか加わりません。そうですね、そうすると16点同士の川田田植え組対三沢小橋組の優勝決定戦ということになりますね。そうですね、当然それはあり得ることですからね。はい、ブレンバスター反戦、まあ、だけども要するにその今戦ったばっかりですから、一応ねこれもし優勝決定戦になる場合には10分間のインターバルがあるということなんですが、まあ、要するにその後から戦った要するに川田田植え組はものすごい不利になりますから ね、 そうですね、やっぱりここで決めたいところだと思いますよ。そして今頃三沢小橋は控え室で呼吸を整えているんでしょうか。そうですね、当然やっぱりこの試合 の、 あの行方を見守っていると思いますがね。エンズイキッからドロップキック、歴戦の強者たちをこの鋭いキックで、料理してきました。カーダの鋭い蹴りがハンセンにヒットしました。さあ、ハンセンがリング、あっと、田植えが伺っていた、飛んでいった。映像の死角から走り込んできた田植え、場外にダイブ、ハンセンに命中。田植えが飛びました。そして鉄柵、田植選手は思いっきりが良くなりましたね。やっぱりこの試合に、ね、かけるあの2人の一気がもう本当感じられますね。そうですね、場外でもハンセンに攻撃を仕掛ける田植明、伸び悩みを指摘されていたのはほんの3年前ほどのことでした。最近はもう風格すら感じられる堂々たる四天王の一角田植。そしてリングに上がるとカーダが待っています。ストンピング、31歳の誕生日を迎えたばかりの川田、現三冠チャンピオンであります。これに勝てば五冠、さらにチャンピオンカーニバル優勝の名誉を加えて前人未到六冠なるか。
さあスイッチした田植えが背後から小村ツイストであります。さあハンセンは脇腹を実は痛めてるんですよね、仙台大会で馬場ハンセン組は三沢小橋組と戦いまして小橋の攻撃を受けたハンセン、いやもう当然この攻撃は有効ですよね。そうですね。おっとしかしあっと腕がこれはいや不自然なネジからちょっと田植えの腕が決まってしまったかと心配しましたが振りほどきました。強引にあの力であの外しに行ったんですね。そのあ脇腹左の脇腹左なんですよね、先ほど田植えは右も攻撃していましたがハンセンが痛がっているのは左の脇腹です。いやだけどあそこはひねってますからね、はい、両脇で効きますから、ね、なるほど、さあそしてその脇腹めがけて猛烈な勢いでストンピング田植え明であります。実は試合前馬場選手もハンセンのこの脇腹を非常に心配していたんですよね、はい、さあハンセンの動きがちょっとストップしました。しかしパンチ今日も馬場ハンセン組試合前のミーティング時間は15分。山田さん、はい、馬場選手はこのハンセン選手に、はい、今日はラリアットを出し押しにせずに打っていくようにという指示を出したんだそうです。ああもう要するに勝ちに来たためには当然それが必要ですからね。そうですね、また逆エビ固めに切って取りました。田植えまたしてもハンセンの脇腹、プロレスキャリア7年の田植え明、かつて鶴田あるいは秋山と組んでこの最強タッグに参加しました。最強タッグには90年から5年連続の出場となります田植明。さあ強烈なパンチを放っていきました。しかしこの田植まだ最強タッグ優勝経験がないんです。今年は1年川田とともに頑張ってきました田植。さあタッグマッチ公式戦の最終戦今15分を経過しました。顔面蹴り額のあたり蹴り上げていった、あっとハンセンが怒りを溜め込みそうな蹴り方です。そして張り手円錐切り、さあハンセンがこれです。怒りを溜めてタックル、怖いですね。怖いですね、この一瞬の隙をついてね、はい、全力でぶつかってくるあのハンセン選手ってのは本当怖いんですよね。そうですね、要するにダメージがどこまであるかっていうのは本当に分かりづらい。さあストレッチプラブか、ハンセンをねじ切ろうとしている。さあ川田腰を落とした。桃田さん決まり具合いかがですか。かなりいい具合ですけどね、もうちょっとひねりが欲しいですね。さあ馬場が出てきて脳天チョップ2発目を打ちました。田植が出てきておっと喉落とし投げ倒していきました。しかし川田選手リング中央、おっと今ハンセンの首から自分の手を外しまして田植えにここでスイッチであります。あ自らのスタミナのロスを恐れたんでしょうか、それとも次なる秘策があるんでしょうか。あっとジャンピングしてのハイキック田植え明です。さあ馬場選手半身の体勢でリング内を伺っている。さあハンセンに対してあっとラリアットを打っていった、本家に打った川田のラリアット。さあハンセンの動きが止まりました。中盤からハンセンの動きが止まった。初優勝に向けて川田と田植の連携プレーどうだ。さあ田植が、さあ喉は落としできるか。さあ円錐切りから喉は落とし、カウントが入ります。馬場のストンピング、二人がかりの攻撃に怒りの表情、ジャイアント馬場ストンピングでハンセンを助けました。さあ今度はおっとハンセンが返していった、リバースのショルダースルー、しかしハイキックエルボーを打たれます。しかしアブライドーサーションのタックル、一歩間違えばラリアットですからね。そうですね、頭を抱えて倒れ込みました。一方腕あるいは脇腹をかばい気味のスタン・ハンセンがぐるっぐるっと反転しながらジャイアント馬場にタッチを求めて、今タッチ成立、田植から川田にこちらもスイッチ、さあ水平打ち、いきり立って駆け込んできた川田に対してここでスクラッシュ、
水平打ちから八代美織、ジャイアントパパのオーソドックスな技のヒットパレード、そしてキッチンシンク、ジャイアントキッチンシンク、相手のスタミナを奪い動きを止めてしまいます。このジャイアント DDT も打ちました。大技を次々と出し惜しみしません、ジャイアントババ。さあ自分の体に呼び込んで、おー今度は何だ、お前に持っていくのか、抱えた、あっとパイルドライバーです。パイルドライバーを打ちましたジャイアントババ。田上が助けに入りますと大きなブーイング、日本武道館4選手の戦いによっています。さあボディスラムからエルボードロップ、もう1回エルボードロップであります。さあ試合の方はあっと動いてきました。どうやら田上川田が馬場に照準を絞りましたか。これはそうですね。さあこれだ、バックドロップと戻ろうとした連携プレーだ。どうだ、決まるか、カバーに入る、片上が止めた、和田恭平レフェリーカウント。川田田上チーム初優勝がかかった大一番であり、そして川田田上馬場越えもかかっています。さあジャイアント馬場に今度はストレッチプラモ、さあ抜けていった、抜けていった、温帯という高い山を平伏し、馬場を越えて95年の初日の出を拝みたい川田。さあ馬場の馬場の顔が歪んでいる、普通に歪んでいる。反転に対して田植がクロスピックホールド、腕ひしぎ逆に歪んで大成功します。馬場ピンチ。さあ田植解いてゴールの体形、どうだ、カウント。ここで20分が経過、ここで20分が経過。さあもう一回しつこいまでも師匠に襲いかかる。キャリア12年、キャリア12年、どこの首を回すか、今から参戦入りました。田村さん、はい、あと一歩でした。いや本当ですね、本当あと一歩、まあ外れですけどうまくセーブしたんですね。最強タッグ優勝、そして馬鹿声をかけた年末94年闘病家の大一番です。だけどこのところも本当勝負どころですからね、はい、お互いに勝負どころだと思いますよ。さあお互い勝負どころという桃田さんの解説が入ったところです。さあ今度は顔面を蹴っていきます、師匠に容赦なし、川田俊明。若い頃、あっとジャイアントからの脳天からだけ割り、馬場選手の試合前のウォーミングアップを手伝っていた姿、私のまぶたにも焼き付いています。そしてキャリア12年、現在全日本マット最高峰の三冠ベルトを保持している川田俊明。その川田に対して脳天チョップ、あるいはヘッドバット。さあおっとこれは高すぎた、2m9cm、 腕でブロック、ラリアット、入って上からもう下へ振り下ろす感じですね。しかもすでに馬場選手は倒れ込みながら打っていきました。2m9cm、 2回からのラリアットであります。馬場がラリアット、しかし立てない、反戦が呼んでいる。太平洋を越えた友情。さあスタン・アンセンが入ってきた。5年ぶりの優勝は夢と消えましたスタン・アンセンではありますが、師匠に牙を向く川田に対してストンピングであります。左脇腹あるいは左腕を気にしてはいますが、スタン・ハンセン一発があります。さあ今度は DDT、 まだやはりハンセン選手ちょっと脇腹を抑えてますね、もう一回その痛めている方に川田の頭を押し付けての DDT2 連発です。リング上です。さあハンセンと川田、田植がフォローに入る、ダブルスレッジハンマー、その田植のフォローにブーイング、ボディスラム、ものすごいキックだ、年の瀬の町にこだまするハンセンの強烈なキック、ハンセン飛んだ、
目には目を歯には歯を飛べには飛べを安全に飛んで田植えにヘッドバット。ベテランにはベテランの意地があります。いやーすごい戦いです。いや本当ですね。もうやられたらやり返すというもうそのものズバリですね。そうですよね、残り試合時間はもう10分を切っていますから、これ引き分けということになりますと川田田植え組は三沢小橋組との優勝決定戦ということになります。そうですね。そうなると体力的にも非常に苦しいですね。さあ川田が打っていった、なんとか蹴りをつけたい、なんとか公式戦本割で蹴りをつけたい。さあ川田がまたキック、川田がまたキック、勝ち起こった。さあビタビタ、ものすごい張り手、ヘッドバット。さあおっと棒立ちになった、危ないぞ、棒立ちになったラリアットがあると。さあブレンバスター、早いブレンバスター、反戦まだ死んではいません。おお珍しい、弓を引くナックルパートです。川田倒れました。さあスタン・ハンセン、これまでのキャリアは他の外国人選手を寄せつけない素晴らしいものがあります。さあ反転が、さあそのままパワーボールに持っていった、カウントがいる、どうだ、カウントが入る、カウントです。ババ・ハンセン組が勝ちますと三沢小橋組の優勝、2年連続の優勝ということになります。さあ三沢小橋はどんな思いでこの一戦を見ているんでありましょうか。さあハンセンと生のベテランの連携、初番法16号ラリアット、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 カウンのフォロー、これはいいフォロー、ボールアウトし馬場にもラリアット。いや今は田植え選手本当にいいフォローですね。いや厳密に言えば反則なんですけれども、今のはいいフォローですね。早かった早かった。そして25分が経過、カウントはどうだ、カウントブー、カウントブー、川田組勝てば文句なしの優勝、ただハンセン組勝てば三沢小橋組優勝。30分時間切れ引き分けならば三沢小橋田植川田の優勝決定戦。さあハンセンが背後から危ない危ない、さあハンセンがバックドロップ、田植えを落としていきました。スタンハンセンであります。さあジャイアントババ今年最後の5分にランニングネックブリーカードロップ、師走に師匠が走りました。ジャイアントババ今年最後の5分間にランニングネックブリーカードロップ。ファンがまだババ頑張っているなと、そういう風に見てくれるよ、頑張ってきた、ラリアットアンデラリアット、どうだ、決まるか、決まるか、カウント、カウント、カウント3、カウント3、反転がフォール勝ち、川田田植え敗れました。この瞬間の戦い、はい、三沢小橋組の連覇です。いやー本当に最後はやっぱりハンセン選手の意地ですかね。そうですね、ショートレンジ、川田を固定しておいてのラリアット一戦、体を痛めながらも最後の最後、やはり世界の不信感でした。26分30秒スタン・ハンセンが川田をホール、この結果8点16の三沢小橋組が94年世界最強タッグ決定リーグ戦堂々の優勝、2連覇を果たしました。ハンセン馬場組勝ちました。ベテラン勝って勝ち点を15に伸ばしました。優勝は三沢小橋であります。優勝はこの試合の行方を見ていた三沢小橋であります。川田まだ立ち上がれません。三冠王者、そしてチャンピオンカーニバルにも勝って94年を川田一色に染めたかった川田俊明に、ベテランジャイアントババスタンハンセン、最後はハンセンの天下のラリアップでした。26分を超える長い長い勝負タイム、引き分け優勝決定戦かと思われたその瞬間、ショートレンジで飛んできましたハンセンのラリアット。残念、川田田植え優勝なりませんでした。
そして今年もこのハンセン馬場組満足の今握手であります。94年世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦45戦全試合終了、優勝は三沢光晴、小橋健太組2年連続優勝であります。最強タッグ2連覇はボディウィリアムス組に続いて2度目の快挙ということになりますね。そうですね。しかもその前の年三沢選手は川田選手と優勝を取っていますので、はい、個人としては最強タッグ3連覇ということになりました。最強タッグ決定リーグ戦個人3連覇は最強タッグ史上これは新記録です。そうですね。三沢選手は快挙を成し遂げました。今抱えられるように抱えられるように川田選手が控え室に下がります。さあ94年世界最強タッグ決定リーグ戦は三沢光晴、小橋健太組の優勝で幕を閉じ、ただいまから表彰式に移ります。日本武道館、戦いを終えた選手たちに満場のファン、素晴らしい、そして温かい拍手です。優勝のトロフィー、銀の光を放ちますトロフィー、そして今優勝した三沢小橋が入ってきました。セミファイナルでウィリアムスエースを下しまして、はい、勝ち点を16にしました。三沢が今リングしたエプロンサイドで T シャツを取りましてリングに登場であります。控え室でメインイベントの結果を見て、優勝はこのチーム三沢光晴、小橋健太、今師匠の馬場と握手して一礼。馬場ハンセン組が勝ったため、三沢小橋が優勝ということになりました。そういうことですね。桃田さん、はい、この大会振り返っていかがでしたか。やっぱりあの何て言うんですかね、あの最後に残った4強はですね、はい、ものすごい踏ん張りを見せて、より盛り上がりを見せたのと同時に、まあ要するに次回は、はい、誰が優勝するのかちょっと見当がつかないというような、要するに、ね、なんていうんですか、みんな接戦というんですかね、やっぱりかなりあの力が拮抗してますんで、来年は分からないという雰囲気が残ったよね。そうですね。そして、まあ、ファンの思いとしては来年は今カメラが捉えた鶴田選手にも横浜と出てきてほしいですか。そうですね、当然、はい、出場してほしいですね。三沢光晴、小橋健太組優勝、三沢小橋組であります。堂々たる2連覇、そして第25代世界タッグの王座返り咲きました。三沢小橋返上してすぐ、はい、自分たちの腰にベルトを戻しましたね。そうですね、はい、まあ、ベルト、この大会前の返上に若干の意義を行えた三沢だけに意地もあったんでしょうかね。1000万円が贈られます。優勝賞金は1000万円。今その小切手を高々とファンに掲げます。三沢小橋2連覇おめでとう。本当におめでとうございます。続きまして世界タッグベルトの贈呈でございます。優勝しました三沢小橋はこの瞬間第25代世界タッグ選手権者に輝きました。この大会を前に防衛2回を誇っていたこのタッグのベルトを返上してこのリーグ戦に臨んだ三沢と小橋、見事に最終戦日本武道館でそのベルトを自分たちの腰に巻き戻すことになります。トップスポーツ参加員編集局長より殊勲賞盾の贈呈でございます。殊勲賞は川田田植え組です。殊勲賞が今、続きまして担当賞スターハンセン、川田田植え組とコール、そして担当賞が福田さん、ハンセン馬場組です。ものすごい最後の試合の頑張りは大変でしたね、本当ね。そうですね、やっぱり馬場選手も最初からの気合の入り方でね、自分が最初から出たということでこの試合にかける意気込みが伺えたんですね。ジャイアント馬場選手、年末最後の試合メインイベントは14年ぶり、ハンセン馬場組見事な完投賞、これは誰も異論を挟む人いないでしょうね。そうですね、お話を伺います。
小林さん、去年の涙の優勝とまた一味違った優勝なんじゃないですか。そうですね、まあ、2連覇できたっていうのは本当に信じられないことだと思ってます。メインイベントの試合をずっとあちらの控室の入り口で見てました。どんな心境でしたか。まあ無の状態ですね。真っ白な状態でずっと見てました。右足の怪我の状態も思わしくなかったと思うんですが、今日はナイスファイトでした。いや、怪我のことは考えてないです。はい。そして三沢さん、ベルトがまた腰に戻ってきましたね。そうですね、本当に、嬉しいしか言えないですよね。待って、優勝を待つという気持ちはどんな気持ちですか。もうね、でも自分の試合が始まる前はいろいろ考えましたけどね、自分の試合が終わった後はもう、あとはもうなるようになれという、まあ、開き直ってましたから。それでは来年へ向けて一言ずつファンの皆さんにお願いします。今日も応援の方どうもありがとうございました。おかげさまで2年連続して優勝することができました。また来年は一つ一つ試合を一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。1月の三冠戦も頑張ってください。そして三沢さん、お願いします。本当に、最強ダック優勝して、今年を飾ることができましたので、本当に皆さんのおかげだと思ってます。来年はまた三冠にまた動き出そうと思ってますので、応援またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。見事2連覇を達成しました三沢光晴選手、そして小橋健太選手でした。大きな拍手をもう一度お願いします。これをもちまして世界最強タッグ優勝セレモニーを終わらせていただきます。